では今回は、エントロピーセンターのデモ版をプレイするぞ。建物の中に草が生えまくってるっつけど、一体どんなゲームなんだい？まあなんつうか、スイッチの上にブロックを乗せて、先に進むようなパズルゲームなんじゃがな。おう。画面には、ヘンテコリンな銃が映っとると思うんじゃが、本作最大の特徴として、こやつを使用することにより、特定の物体の巻き戻しをすることができるんじゃ。ほうほう。事前に起きた行動通りに元に戻るんすね。まあ、ステージによっては、物体を巻き戻さんと先へ進めなかったりするさかい。意外と頭を使う作品じゃ。でも強。操作自体は簡単そうなので、コツさえつかめば、なんとかなりそうっつねー。せやけど注意点があっての。なんだ？巻き戻しはできるが、その逆はできんから、そこんとこだけ気ぃつけるんやで。どういう動きをさせたいのか、前もって考えておく必要がありそうっつねー。それで強？実際にプレイしてみてどうだったんじゃ？せやのー。一見すると解けないような箇所も、時間を操作することにより、解けた時や、どのタイミングで操作するのかを考える楽しみもあったのー。なるへそっつねー。ストアページにも書かれていましたが、知力が試されるのは間違いない作品なので、パズルゲームが好きな人であれば、いいチョイスになりそうっつねー。そうじゃよー。